この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さてそのジャイアントキマラのヒップアタックを自爆させました大森から秋山にスイッチであります。このチームではチームリーダーの秋山そして大森がジャイアントキマラの大きな大きな腹にストンピングであります。今日はピンクのペイントが施してあるジャイアントキマラのボディに今度はジャンピングにアタック、勢いがありました。いいですね、桃田さん。いいですね。要するにこういうパワーのある大きい選手をですね、はい、もしそのホールするようなことができれば、それはまた自分たちの自信になりますしね。そうですね。あの彼らラフファイトが得意ですよね、要するにブッチャー木村組は。だからそういう彼らに勝つことができればね、今後にものすごい彼らに、あの要するに秋山大森君にとっていい、あのなんていうんですか、自信になると思いますよね。はい、試合前も言っていました、まあ、パワーでは負けているけれども、はい、なんとかこの若さ、ね、スピードで攪乱して、このブッチャー木村を分断して勝負に出たいということを言っていました。早いタッチワークですね。大森にスイッチしました。大森2回目の登場、木村の左足を取って倒しました。やはりこういう体格の大きく違う選手と戦うときはまず倒すことも大事ですね。そうですね、あのやっぱりある攻める場所をですね、はい、決めて、まあ、まあ今の場合足ですけども、そういうところをもう要するにタップワークを早くして、はい、要するにもうなんかダメージを与えて、要するにあのチームワークをなるべく作らせないようにする、それがもう最高の要するに狙い目ですね。そうですね、足をまだ離しません。そしてレッグブリーカー大森隆夫です。躍動します。若武者188センチ110キロです。いい体格です。さあ木村飛んだ、木村のネックブリーカードロップ、これがあるんです。一発逆転、そしてブッチャー、一発逆転の神様アブドララブッチャーが地獄抜き。年末の武道館に響き渡る地獄抜きであります。ショルダータックル、そして髪の毛を掴んで立ち上がらせてニュートラルコーナーに、ターンバックルに顔面を何度も何度も打ちつけます。ラフファイトはお手の物アブドラザブッチャー、そして今度は木村の脳天、大森たまらずダウンであります。そしてこの後、これはモータさん目の中に指を入れてますね。そして今度はチョーク気味、頸動脈ですか、はい、しかしこのブッチャー選手の手なんですが、はい、バンデージが固く巻かれてるんですよ ね、 そ, すね、あのそれじゃなくてもですね、あのブッチャー選手の手は、ね、もうコブだらけですからね、もう角質が変化してしまって、そうですね、まさに肉体の一部が狂気になっているという感じのアブドラザブッチャー、はい、本当に秋山選手も言っていましたけれども、地獄好きはものすごく痛いんだそうですね。そうですね、なんでこんなに人間の指が硬いんだろうというふうに感じるほど指が硬くなっているそうです。アブドラザブッチャー、今度は全体重150キロの全体重を利して踏みつけ攻撃、そしてフルフルっとキマラがコーナーに上がっているぞ。不気味です、不気味です。高いところからジャイアントキマラダイビングヘッドバット、ちょっとロープでバランスを崩した分急角度で大森の背中に当たりましたね。いやいや当たってますね、当たってます。エルバードロップ、痛めた背中、キマラがヘッドバットを打てば、そこに今度はブッチャーのエルボー。さあ定石通りの試合運び、今度はキャメルクラッチ気味、背後からブッチャーです。苦しむ大森隆夫、最強タッグリーグ戦初参加のこの大森秋山とのコンビ、ここまで得点は勝ち点は6です。まあなんとかこの2人はね、はい、いわゆる4強、ね、この一角を倒して大物食いをしたかったということなんですけれども、当然彼らを狙ってたでしょうね。さあ木村走る、ボディースプラッシュ、さあ木村が、あっと後ろがぶったものすごい圧力であります。2人合わせて320キロ、今度は木村がダイビングのヘッドバット。これやっぱりあの、はい、ブッチャー選手がものすごくうまくリードしてますね。そうですね、いやしかし強烈でした。木村が
まあ、ブラインドを作っておいて、後ろからブッチャーが駆け込んできた。そうですね、うん、この辺のチームワークは素晴らしい。そうですね、全くの死角からものすごい圧力が飛び込んでまいりました。あれで木村は鞭打ちにならないんでしょうか。今度は肩口に長期攻撃、これもまた頸動脈ですね。そうですね、完全に捕まりました。スピードで撹乱したかった秋山大森組ですが、ここに来て大森捕まっています。今度はまた170キロの木村が乗りました。サードロープを利用して、これは反則攻撃であります。レフェリーのカウントが入りました。ブッチャー木村組はもとより要するに体重を生かしていい、ね、いい攻撃してますね、はい、やはりこの体力体格の差というものを存分に生かした攻撃で、若手の2人アスナロコンビを追い込んでいます。ここはやはりなるべく早めに秋山にスイッチした方がいいですね。しかしそんな糸間を与えないのがブッチャー木村であります。そして今度は本に忠実に、今度は腕を取ってストレッチ気味に入って、そうですね、先ほどヘッドバット、あるいはエルボーで痛めた脇腹から背中のあたり、 そうですね、そのあたりに攻撃を加えて、さらにパンチを落とします。ジャイアント木村、ブッチャーが入りました。最強タッグの顔です。来日回数もすでに70回を超えているアブドラダ・ブッチャー、1970年初来日ということですから、来年も来日でも25年。そうですね、すごいですね。アブドラダ・ブッチャーを持ち上げたボディカム、しかしこれで背中にダメージを負いました。ここで秋山にタッチ、このスイッチいいですね。いいですね、一つ攻めておいての秋山にスイッチであります。大森、さあ秋山潤が出てまいりました。思いっきりラリアットを叩き込んでいきます。今度はモンキーグリップ、どうだ、投げた、1回転アブドラダ・ブッチャー、ギロチンドロップ、速い攻撃、もう1回ロープに飛んで繰り返しギロチン、さあバンバン打っていかなければいけません。秋山潤、これを簡単に返しました。ブッチャーであります。92年9月17日後楽園ホール対小橋店でデビューした秋山潤であります。これで3年目、さあ逆転の地獄突き一発です。木村にスイッチ、しかしこの流れを変えるのがうまいですね。うまいですね、ドロップキック、高さもある、胸の当たりにドロップキック、さあ木村も乗ってきた。ブッチャーのエルボー、短い距離で打っていきました。そして今度はあとまた体重を利用して2発3発打ってくる、カウントファイル、大盛りにやった、大森がストンピング、しかし木村が動かない間にブッチャーが大森を落とす。いやー、なんとも自分たちのペースに持っていきようがないアスナロコンビ。さあ秋山が今度は側頭部にヘッドバット、ジャイアント木村、何やら念仏のようなものを捉えた木村が走っていく。さあ自爆を解けた、そしてキックから、おっと、すごかったですね。